お疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回はね、旅の恥は書き捨てから派生して、珍しい土地土地の名前の由来についてお話ししようと思います。私の住んでいる町にも、この神の村って書いてね、カムラっていうね、とても珍しい地名があるんですよ。で、この地名から推察できるものとしては、例えばね、 神様との関係があると言われているんだろうなっていうところとか、宇治族の名称、つまり神っていう名字をね、つけていた人がこの辺りを一定支配していた時期があるのかなとか、それから地形とか自然の特徴、まあ、つまりね、ここが神聖な場所と結びつけて名付けられたところなのかなっていうふうに、まあ大体ね、神様に由来してるんだろうなってことは想像できるんですけども、 ま、ああの、私の地元ではね、それ以外にも、実はね、甘照らす大神にゆかりがあるというね、ま、あそういった説があるんですよ。例えば、キビっていう土地がありますよね。キビっていうのは、確かに岡山県のことを指すことが多いんですけども、キビの美からね、ビッチとかね、マビとかね、そしてビンゴという、まさにこの福山市、ビンゴの美というところにまで、 派生してくるんですよね。で、アマテラス大神。まあ、この時代に、伊勢神宮に、この神様がね、えー、おなりになった時に、しばらくの間、現在の、神楽の地に滞在されていたというね、伝承があるんですよ。その時の御殿を、キ美名宝の浜宮と呼び、この地が神聖な場所とされていたことから、神の村、 カムラというね、名前がついたんじゃないかなっていう風に言われてるんですけども、まあちょっとね、こじつけの面があるかなと思います。地元でしか支えかれていない伝承ですね。で、この伝承が持つ意味なんですけども、もうカムラっていうね、町が歴史が深いんですよっていう、まあそんなところがあったり、やっぱり神聖な場所、アマテラスの大神がいらっしゃったところということをね、由来づけていたりとか、あとは地域文化の根源、 であるよっていうね、アイデンティティに根ざすものがあるというふうに考えられています。もちろん、こういったことも地元で強く支えかれてはいるんですけども、まあ次第に忘れられているっていうところではあると思うんですけどね。で、まとめるとね、この福山市のカ村ラの名称ってのは一般的な神の村という地名とは異なって、 アマテラス大カ神という日本を代表する神様との深い関わりを持つ非常にユニークなものだというふうに捉えることができます。この伝承っていうのは地域の深い歴史と文化を物語っていて地元の人々にとって特別な意味を持つ地名と言えるんですね。折しもこのカムラの近くにトモノウラがあり、トモノウラも非常に歴史の古い町。 1700年前に聖徳太子が訪れた時には、すでに公益のための港として、ね、機能していたこともあって、どのぐらい古いのか、検討もつかないというふうに言われています。そういった意味でも、この広島県の、福山市っていう土地はね、実は、西日本の要目の港町として、その歴史を古く称えている。まあ、そこに、アマテラス大見込みが関わっているというふうなね、 噂を立てる人がいてもおかしくないのかなというところですね。全ては神話上の噂であり、定説にはならないと思うんですけども、この地名を物語るには十分な歴史観だと思います。皆さんはどのように思われるでしょうか。それでは今回は以上です。